さあ続いてお出かけ中継、今年は冬季北京オリンピックもあります。そんなオリンピックイヤーにふさわしいところに久保田くんが行っていますよ。呼んでみましょう。久保田くん。はーい。お、子供たちによる華麗なスケーティングが行われています。すごい、スイスイだ。みんなスイスイ。大きい人がいるよ。いるいるいる。大きい人いる。今日私は県民コネックプラザの2階のスケート場にお邪魔しています、はい、営業時間10時からなんですが、今日特別に開けていただきました。いや、スケート難しいですね。こんにちは。2022年、新年一発目のですね、お出かけ中継です。2022年もオリンピックイヤー、来月にはですね、北京冬季オリンピックも開催予定です。はい、冬季オリンピックの花形競技といえばやはり皆さんがやられているフィギュアスケートですよ ね。注目ですよ。今日は県民スコレクプラザを舞台に活動されているノイエス金沢フィギュアスケーティングクラブの皆さんにこのように集まっていただきました。いや、華麗な、ね、演技でございます。すごいですよね。ここからはコーチの高山コーチと一緒にお話を進めていきます。いや、本当に皆さんすごいんですよ。登場高山さん、こんにちは。こんにちは。いや、スケーティングどうやったら上手くなれるんですかね。そうですね、先ほど見ていたこう前後している感じなので、はい、もう少しエッジをまっすぐこう平行に下ろしていただいて、はい、こう氷を踏みつけるような感じで。踏みつけるような。はい、こうギュッギュッとこう押さえるような感じで。どこに力を入れればいいんですかね。そうですね、初心者さんは土踏まずあたりに。あ、土踏まず、はい、土踏まずに力ギュッとこう押さえるような感じで歩いていく。なるほどなるほど。確かにちょっと先ほどよりこう軸がしっかりできたような気がします。早いの。コーチのおかげで中継滞りなく進みそうです。ありがとうございます。楽しみだな。いや、こちらのクラブなんですが、僕みたいにフィギュアスケートはおろかスケートもね、全然できないという初心者もできるんでしょうか。あ、はい、大丈夫です。今日は冬休みということで子どもたちしか集まっていないんですけれども、実際は4歳から50歳代ぐらいまで、およそ20人くらいが活動してます。こちらの場所を貸し切って全体練習をしたりですとか、一般営業中に個人レッスンを行っています。いや、じゃあ大人の方も全然、募集可能だと、いうことですよね。はい。さあね、こうやって皆さん見ているとひときわね、小さな女の子などもこう滑ってるんですけれども、お話を伺ってもよろしいでしょうか。はい、リカちゃん。こんにちは。まず名前と学年を教えてもらってもいいかな。尾形リコです。1年生です。尾形リコちゃん1年生ということは7歳7歳ですね。え、滑れるんですか、7歳の子も。技を。あ、そうですね。どうですか、得意な技を教えていただいていいですか。はい、ジャンプのシングルアクセルです。シングルアクセルのジャンプ技ですね。じゃあちょっと生放送で緊張すると思うけど、演技披露してもらってもいいかな。はい、ありがとうございます。じゃあカメラに向かって意気込みお願いします。はい、頑張ります。はっ、じゃあお願いします。あ、すごい。シングルアクセル、スケート始めた。アクセルジャンプって難しいじゃないですか。やりこちゃん、助走に入ってジャンプ。うわぁ、惜しい惜しい。すごい、頑張った。いや、あそこまでね、スイスイ滑れるというのがすごいですよね。いや、どうでしたか、リコちゃんね、すごくスイスイ滑ってたんですけど。いや、リコちゃん、どうだった今ね、演技どうでしたか。これは大会でもやらずに、大会ではびっしりできます。そうだね、大会でね、しっかりね、決められるように。じゃあ、これから目標を教えてください。はい、シングルアクセルが飛べるようになったら、ダブルジャンプも飛べるようになりたいです。あ、じゃあ徐々に難易度を上げていきたいということですね。ありがとうございました。リコちゃん、ありがとうございました。いや、リコちゃんにね、お話こう伺っていったんですけれども、このクラブには国体に出場するような選手もいると伺ってるんですが、いらっしゃるんですか。はい、ヨタくん。お、ヨタくん、お、男性ですね。お、やっぱりスピード速いですね。こんにちは、名前と学年教えてください。三原ヨタです。中学3年生です。お、三原ヨタくん、一気にこう大人びたクールな感じになりましたけれども、はい、ヨタくん、得意な技を教えてください。はい、ダブルアクセルとフライングシットスピンです。フライングシットスピン、それはどんな技なんでしょうか。一回ジャンプしてからしゃがんで回転する技です。あ、ジャンプしてからしゃがんで回転する、はい、なんかとっても難しそうですよね、うん、では2つの技をですね、もう披露していただいてよろしいでしょうか。お願いします。
闇原選手は羽生結弦選手に憧れて5年ほど前にねスポーツフィギュアスケートを始められたということなんです。リンクいっぱいに使って、やはりスピードすごいですよね。さあここからジャンプ助走に入って、うわー決まりましたからの、そして続いてはスピンですね。ジャンプして、おお、これジャンプですね。いや体が柔らかい、またくる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 伸びております。羽生結弦、羽生結弦、素晴らしい。どうでしたかコーチ、流れがとても良くて良かったです。あ、コーチからもね称賛ということですが、宮原選手どうでしたか。はい、イメージ通りに成功することができて嬉しいです、うん、イメージ通り、なるほど。いやすごいね、技決められてましたけれども、どれくらい練習してるんですか。毎日2時間以上は練習します。毎日2時間もということは、やっぱり日々の努力の賜物ということですよね。さて三原選手、最後になってしまうんですが、はい、今後の目標などありましたら教えてください。はい、目標は今月の全国大会で予選を突破し決勝に進出することと、将来の夢はオリンピックに出場して金メダルを取ることです。あ、オリンピックに出場して金メダル、素晴らしいですね。ではポスト羽生結弦目指して頑張ってくださいね皆さんも集まってきていただきました。皆さん朝早くからありがとうございました。ありがとうございました。というわけで皆さんも県民スポレクプラザでスケート滑ってみてはいかがでしょうか。以上お出かけ中継でした。